皆さんこんにちは。只山より第147回日商簿記検定試験1級に関する解答速報講義を開始いたします、えー。担当はレックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 はい、えー、ではですね本日実施されました簿記1級に関するですね、回答速報講義ということでおおむねお時間ですね30分程度頂戴いたしまして、えー、本日皆さん方にですね、えー、ご回答いただいてまいりましたあ1級本試験に関するですね要点用紙とお話をさせていただくというところになりますでまずあのー、私どもの今ホームページの方にですね、えー、とりあえず回答速報 ということで、えー、私どもの方で、えー、回答作りをしてですね、えー、出させていただいたもの予想配点箇所とともに、えー、一応解場をさせていただいたという状況になっておりますまあ、この回答速報に関しましてはですねもう皆さんお分かりの方多いとは思うんですが配点箇所についてはあくまでもレック独自のもの予想のものになりますんでまあ今後のですね、えー、得点状況等の予測に お役,立ちえー、お役立ていただければということで一応記載をさせていただいているものにはなりますがもうここはやはり1級ですんで、ね、実際1つの指針でしかありませんので、まあ、本当に参考程度ご確認いただくといいんじゃないかなというふうに思うんですが、えー、特にまあ今回の問題に関してはですね、あのー、工業費減価計算はちょっと計算の煩雑性が非常にまあ目立つ問題。 ではありますもともとお題がね連算品等でありますんで、えー、計算手続きが面倒くさくなるのはもう当然ては当然なんでね、えー、そこら辺をしっかりこなしてっていただくということができればですねある程度点数は伸びやすい問題と言えるのかなという気もするんですけどもあのそれに比べてちょっと根本的にですね商業簿記会計額が。 ままあかかなりえぐいいと言いますかですでね正直言って一応今回回答そこは出させていただいたんですけどあのー、まあ会計学なんか特にそうなんですけどねちょっとこれ問題の解釈がどっちとも言えるような論点がちょっと出ちゃってるんで正直言ってこれはね非常に困る、えー、問題と。 おーいうところがあるんで、ね、まあ一応回答自体はこれでいきましょうということで私どもは解釈をして回答は作らせていただいてるんですが正直申し上げてねちょっと会計学の第3問ね事業分離等に関する話なんですけどこれはねちょっとこの後の検討によっては回答を変える余地があるかなという気もします。でちょっとまあ結論的にね 非常にまあ会計学が微妙おなんだよね。でまあ微妙な論点が入ってるって言ったのは正しいんですけどうんまあちょっとこれどっちとも問題文で読めてしまうようなところがあるんでねあ少し厳しいなというところがあるんですがあのー、まずですね模範半解答自体は。 ね、一応まあ今後少し改定の余地はあるかもしれないんですけども現状においてはこれで問題ないだろうと思ったものをお出ししておりますんで一つですね参考という形でご覧をいただければと思います。で予想配点箇所についてはもう純粋に予想でございますしまあ一級に関してはあまりですね正直言ってそんなに大きな意味を持たないような気が今回は特にします。でというのも今もまあちょっと申し上げたとおりねちょっと商業簿記と会計学の問題考えたときに 商業武器はまず相当めんどくさいです、えー、久方ぶりにこんだけ面倒くさいもの出したなっていうところはあるんですが処理量が相当あるんですよ。でデータがまあ多いのとただ単純にデータが多いだけじゃなくてこれ集計計算が相当煩雑になりますんでまあ商売は久方ぶりだねっていうぐらい正直かなりの量です。うだから まあ、商業を置きとくのは結構これ骨が折れますねでそのためにはやはりですね消防にもうどうしても時間がかかるだろうっていうのは問題ご覧いただいた段階でもう一目瞭然なんでね会計学の方にある程度迅速な回答作成っていうのを心がけていただく必要が出てきてしまうんですが、まあ、根本的にまずあの会計学今回理論が非常に文章が長いんでね、えー、なおかつまあ 正直言って1級の受験対策とてててこ,こまでのものってやっっっやるかねっていうようよなところも入っちゃってるだから、まあ、理論に関しましては、まあ、文章の長さというのが非常に厄介なんですが通常通りうですり、ね、5つ説問がございますんでおそらく点数5点ですから、まあ、3つぐらい拾えるようにという前提で解いていっていただければ、まあ、それでいいのかなというふうに思うんですけど計算問題がね、まあ、税効果もちょっと解きづらいかなというところが多分にありますんで。 ちょっと計算ミスはしにくい、えー、しやすいような気もするんだけどねなんとか税効果頑張っていただいたとしても第3問のね事業分離がこれどうなのかなっていう気がするんですけど皆さんこれ解けませ解きました解きましたっていうか解けませた解きま溶けたあのー、僕今日ねまあ皆さん方が試験終わった後とかに あのー、一挙の問題入手してですね僕も実際解いたんですけどあの正直言ってね今日の会計学の第3問はあ私のモレックの中でもですね複数、まあの人間は当然問題解くんですが解答割れました。ね、というのもこれまずですね各設問の前提状況の理解というかな解釈が どう見るかによってこれれよよようううがが分かれちゃうような気すするんですよっていうのもねあの問1から問3までまあ3番まで問題あるんだけどもそもそも問1の状況に関してはあー取得なのかどうなのかっていう前提状況の判断ができないんですよ。でこれはもう比率だけで判断するしかないでしょうって話になるんだけども。 ただまあ設問3番の状況なんか勘案するとこれ比率だけではなかなか判断できない状況もあったりはするんでまあ要は取得なのかどうなのかっていうふうに解釈によって答え変わってきてしまうんですね。で変わってきて、まあ、私は個人的に取得だろうという前提でものは捉えて回答を出しましたんで、えー、今回模範回答を出させていただいてる回答っていうのはそういう意味での回答なんですがまあそうではないんだと。 こういう前提で解釈をすするるととちょっと問いの一番なんかは当然答えがが変わる可能性が出てきますでただそこはもう比率でしか私は特定できないだろうという前提で作業してしまったんですがちょっと解釈によっては分かれるんじゃないのという意見を出したあ先生もいらっしゃるんでちょっとここはですねとりあえず今回回答は取得前提で出させていただいてるんですけどもお解釈によってはちょっともう答えがあ変わるかなと。 いうところはあるんですが正直ね分かんないんですよどっちで対応するのかでこれはもうちょっと明確に私は書いてほしいなっていうところは正直ありますのでまあどうなのっていうまあ作った人は分かってんでしょうけどねおクだけ分かったって問題の回答のしょうがないんでねっていう話なんでねえそこら辺ちょっと明確にやっていただかないといけないかなという気はするんですがあーちょっとこれは 何とも言えないところがありまして。正直言って第三問が。問題の意図しているところが正確にちょっと解釈が立てにくいというか。まあ問題文で言ってる話だけで解釈立てるのは、まあ結論的に不可能です。ですから、見よによって答えが変わってしまう可能性が多分にあるんで。ちょっとこれは問題として微妙なところになるかなっていう気がします。で、もっと言ってしまうと、まあこの説問自体がですね。 おそらく1級の受験対策をしっかり学習されている方々ででも多分第3問はできませんだからそうなると会計学についてはまず手が出るのが理論の部分とお税効果の部分だけになってしまうので、まあ、そこをちょっと攻めるだけ攻めていただいたらばなるべく早めに商業簿記に切り替えをしていただいてです、ね、商業簿記の方で確実に回答枠を埋めていくというスタンスになるんじゃないかなと思います。 で今回の会計学については今申し上げたとおりらくですけど第問問はほぼ没問ですあのこれはですね一般の受験対策を取っていただいてもまず対応ができませんっていうのも私もちょっとこの手の問題始めてみましたこういう形式の問題は僕は初めて見たでまああの公認会計試験のね担当もいましたんで、えー、公認会計士のスタッフに聞いて で会計士の過去問でこの手の問題あったっけっていうことも確認したんですけどないですですから、まあ、正直言ってまあ全くのオリジナルなんですがあのー、ちょっと資料が微妙でなおかつちょっと解釈が分かれちまうような問題なんで一般的に第三問は解ききれないと思う。 で、まず回答を出すこと自体が難しいはずなんですね、えー、特に共同支配企業の形成なんていう論点なんかも出ちゃってますから、こんなところはもう1級の受験対策上、普通は対策取ってませんので、結論的に言うと今日は第3問はもう没問だと思います。したがって、第1問、第2問が勝負の土台になるんだけど、そうなってくるとですね。まあ、当初、配点箇所等を想定した場合に、あの10点というですね。1つの足切りの目安がありますが。 これをクリアできないっていうことはまあまああり得る話だと思うんですよ。で、どうしたって税効果はあのー、一通りの回答やるべきことを全部やらないと答えが合わないっていう特性が比較的強いでしょう。だからそうするとちょっとしたミスで知ってしまうということは当然あり得るわけですから、僕個人的に今回の会計学に関してはあの配点調整が12分にありえる問題だと思いますよ。で、結論的に言うと第3問はやらない方のが良かったと思う。 これは回答を出そうと思っても正直無理です、えー、で一通りの回答自体は、ねえー、出しましたけど特に問いの部分が解釈がどうしたらいいのかっていうところは微妙なんですよねだからちょっとこれはね半端に手出そうと思ってもなかなか出せないところもあると思うしどこに問いの二番問いの三番あたりになってしまうともう多分できないので <laughs> <laughs> 結果としてこれは没問だったかな <laughs> いう気がするから第3問なんかもう思い切ってやんない方の方が良かったですね。で、それをまあ、しっかりと第1問とかあ理論の文章でね、えー、時間をある程度かけるなり、まあやはり基本的には商業簿記ですね。商業簿記の方に振り向けていただいて回答手続きを進めてもらうという形だったんじゃないかな。 いいうにうに僕は個人的に思いますでこの商業武器に関してはひ、まあ、久々ぶりに出た本視点会計でございまして、まあ、なおかつですね在外視点含みの問題になっていると。で在外視点の財料換算項目を含んだような、まあ、商業武器総合というのはね、えー、一つ問題の形式としては当然ありえるものなんですがただ今回のこの取引についてはちょっとね 本店と在外支店との間での商品授受なんかの取引が一部含まれてるよというようなところだったりはするのでうーんちょっとそこら辺の手続きの考慮を考えるとやはり作業手続きとしてはうーんかなりやりにくいところはあるのかな。 いう気はしますでそういった点からね、まあ、ちょっと後藤が出やすいところでもあるので回答時間の煩雑性というものを考慮するとですねそうだな、まあ、しっかりやっぱり攻めていった方がいいよねって言えるのはあ決算整理事項等の3番以降の記載されてる3番4番あたりですかね、えー、ここら辺の扱いというものをまず主軸に据えながらあー本支店会議の特殊論点と言えるような あー商品等に関する取り扱いについてはですね自己的に手を出すような形でもよかったのかなといいう,うには思いますただいずれにしてもやっぱ怖いのがね会計学の第3問で、えー、どうしたらいいかわからないけどもとりあえず回答を埋めなきゃというふうにね考えてしまわれて。 ちょっとやたら時間がかかってしまった結果商業簿記で手が出るの頃を手出す時間がなくなっちゃったという状況になってる方がいらっしゃると怖いなというのが非常にまあ僕が思った感想です。なんかまあここのとこですね商業簿記会計学も工業墓原価計算もずっとまあ問題が落ち着いてたというところがあるんですがまあ久方ぶりに一級っぽい問題になったなと。一級っぽいってあのいい意味じゃなくて。 えですがあーちょっとまあそういう形になったかなと勇気は正直するすするごいこれ大変ですまあ商業武器もねほんと回答出すの結構大変ですよこれだから勝負から手出しちゃうようなことをまあする人あんまりいなかったような気もするんだけどこれドハマりするでしょうねずるずる時間かかるんでね で会計学からまあ入っていくのが王道なんですけども今申し上げたとおりちょっと言ってる意味がよく分かんないなというような質問に関しては無理してね回答を埋めるというよりは、まあ、それ以外の問題に回答時間を振り向けてで少し余力が出た段階で、まあ、第3問だったら第3問回答するというような形を取ることができたかどうかが大事じゃないですかね。あの本当にこの第三問は 一般的な一級の受験生さんが解ける問題ではないんですよ。相当めんどくさいし、まあ、そもそも問題の前提がどうなのかっていうところは僕は非常に感じるんですが、ああちょっとこれはね、多分出せません。だから第3問の部分をもう思い切ってバツッと切ってしまうぐらいのつもりで解いちゃった方が良かったのかな、いう気がします。まあでもなかなかね、それは厳しいようなところだと思うので。 やっぱ本試験の問題見てですよおこの問題は解かないっていう判定を下すっていうのは一級の受験生さんにとってやっぱりなかなか勇気のいる話なんで、まあ、とりあえず自分が思うところを書いてね,ね書いては見るもののまあ共同支配企業の形成なんかやってないでしょうからあーこういったところに関してはですねもうできないものはできないんだからしょうがないというふうに割り切りをしていただいて。 非常に煩雑な手続きが多いですけど商業簿記の方にシフトをするというところが必要だったのかないうのが今回のまあ問題の基本的な回答趣旨のような気がしますちょっと今回の1級の問題は受験生さんにとっては正直言って気の毒ですね僕はすごく思うちょっとここまで 処理の重い問題商業武器でまあと相当めんどくさいですからああ煩雑性を伴う問題を出すんだったらもうちょっと会計学はちゃんとした資料を整えてほしいなというのは非常に僕は個人的に思いましたね。あのー、まあ思い切ってね高度な問題を作ることによって捨て物という位置づけだったのかもしんないけど。 それはどうなのかっていう気はするそんなことを思った問題は作んないでしょうけどね出すんだったらもうちょっとちゃんと書いてほしいんですけどねまあいずれにしてもちょっとこれはですね第3問はちょっと酷ですよねで少しちょっと商業簿記が会計学もそうですけど商会の部分やってねうーんちょっとやられちゃうかなそれがやっぱり一番怖いですね 僕個人的にほんとそれが怖くてまあこれをまず最初に紹介解いてですよ。で高原移ってね高原は内容としてはまあ普通なんだけどどうしてもまあ工業武器はもともとそういう特性強いですけどね連続的にもう立て続けに計算を続けなきゃいけないような問題でしょで集計ミスが1個ずつ出ちゃうとこれ派生的にバーっていっちゃう問題なんですよね。 だからその前段の商業武器会計画でもうそれをやってるんでねまあ立て続けに高原でそれを求められるとちょっとこれ怖いんですよねだから1個のイージーミスがわりかしこれ命取りっていう表現は良くないかもしんないけど出やすいのが今日の工業武器であり原価計算なんでちょっと今回の試験は厳しいですねうーん前回までの問題に比べるとかなりやってきたなあ っていう感じが正直しましまた僕はちょっと厳しいね。だからどれだけ集中力を維持してご自分のお確実に対応できると思える点を得点として積み重ねるかいうことが今日の本試験における結果を左右してしまうのかな。ならまあ光原の方のが問題としてはシンプルです。あのー、比較的作業としてはしやすい。変に悩むことがない。だから 作業過程における計算手続きの正確性というものには常に意識をしながら作業は当然しなきゃいけないんですけどもあのー、そこにまあ意識を向けていただいて高原で取るだけ取ってもらった上で商会は基本的に足切り調整の配点調整がおそらくされると思うんですよこれ会計学。でそっちに望みをつなげていただくという形にならざるを得ないのかな 勇気がうーん僕は個人的にするかなでまあ何人かの私どもレックのですね会計等担当の講師とやっぱり問題解いて、えー、回答状況に関する付き合わせと、まあ、模範回答についての合議をやったんですけどねまあ私は一応今回出させていただいた回答ベースのものを支持した立場なのでえー この前提で出させていただいてるんですが一応ね、えー、申し述べておくと会計額に関しては問いの一番いや失礼第3問の問い一番ですとはいえ第3問の問い一番は一応今回 B 社の個別財布における C 社株式の金額80万とか出させていただいてるんですけどこれあの63万という数字を出している講師もおりますで、まあそう解釈した論拠はっていうことは聞いたんで まあそうするとあのまあざっくりと説問の問い1問2問3は全部別問題だと考えて問題解釈をすればそうなるでしょっていう形なんですね。でまあ確かにそれも整合性のある解釈だとは思うんですよ。ただ僕はそうじゃなくてやっぱり一連のものとして捉えてるんでその前提で捉えた場合の整合性もそれなりにはあると思うんですね。たただだもう前例ののなないい問題だしてて言ったって指示がとにかく足んないんで回答の 指針がないんでねどういう前提での回答作業になるかわからないんですよ。でどちらとも解釈はこれできると思うんで、まあ、ある意味別解の余地が出てきてしまうと思うんですがただその別解の余地どうこうっていうよりも多分今日の第3問は根本的に手が出ないような気がする。だからあーそこの部分にねあまり時間をかけるんじゃなくて。 えー、会計学は第一問の理論で、ね、王道通り3つぐらいを狙いで税効果で部分点を拾っていってで残りの部分は商業簿記に切り替えをしあと勝負のかけどこはもう高原かなとおいうように。 僕は思いましたで、高原に関しては、今申し上げたとおり、もう計算の反省さ高いです。どうしたって、連酸 B なんかが出てくれば、もう、計算、面倒くらの間違いないんでね。で、これは、相当ミスが出やすいです。間違いなく。相当ミスが出やすいんだけど、ただ僕、個人的に思うんですけどね、公募と原型、どっちもね、これ、あのー、 当初の採点の段階でじゃあ足切りになっちゃう人がやたらめったらいますかねって言ったらそういう感じも僕しないんですよ。まあちゃんと正確に計算過程を追ってくる人はそれなりにいるだろうなというふうに思うんでそうなってくると工業募金も原価計算も一般的には足切り調整が配点調整が入るようなですね救済的観点からの配点調整が入るような問題ではないような気がする。だから今回において 救済的観点からの配点調整があり得るとすれば間違いなく解決策です。これはあると思う。でそれに引っ張られてしまった結果消防の全体得点状況が悪化してるとかっていうことは想定できるなと思うのでもしかしたら商業武器も少し家電調整等は行われるかもしれない。ただ、まあ、そこまではちょっと望むべくもないのかなっていう気もするので、まあ、商業武器はね えー、とりあえず当初最低の前提でいくとしてもまあおそらく十10中八九ですね僕は会計額はもう調整せざるを得ないと思いますよこれ第三問できないですから。あーで理論の問屋も正直一級の論点なのかなっていうまあ失級なんか範囲が合ってないようなもんですからね何だって出せるっちゃ出せるんですけどまあ全部はちょっと厳しいような気がするんでやっぱり3つぐらいだと思います。 でそういう前提からするとおそらく今回の試験に関しては小解の分野特に解は配点調整が入ると思いますんで全く何も解かないっていうのはもうちょっとそれはないですからあ当然ね理論はあしっかり考えていただければやっぱ3つぐらい。 え2番3番4番ぐらいは比較的出やすいものが解きやすいものがあるんでうーそこら辺でまあ点数取って税効果で部分点拾いぐらいをしといてもらうとですね少し加点の扱いがあ入る部分が多分出てくるはず。その上で商業募金のところでパートパートー点数取りやすいところが取りやすいっていうほど楽ではないんですけどね。 えー、そちらの方である程度作業を進めておいていただくという形でね会計に関する配点調整を少し期待しながら工業部原価計算はもう点数を整えておくというのが一つの大きな回答戦略になるんじゃないかなというふうに,僕は個人的に思いますもともと1級なんでね昔からですねあ問題によってはですね 解釈によってはどうにでも回答できちゃうよねとかっていうのは実際何回も出てるしで根本的にはどういう意図の問題なのかよくわからないという問題も出たことはある。で端的に言ってしまうと今回の会計学は多分それです第3問は。だからうんまあ当然お作りになった方はですねもうこういう解釈が決まってんじゃんって話なんでしょうけどもただまあ ねえよその予備校さんとかはどういうふうに解釈されるかわからないけども問題文の読み取りによっていくらでも解釈が立っちゃうような問題ってどうなのかなって僕は思いますけどねちょっとこれはあ手を出してもなかなか報われない、まあ、根本的に手が出せないような論点が含まれてるんでやっぱり会計学の第3問はいっそのこと切っちゃったのがいいだろうね。 で、何とか回答してもらっても多分ね問いの3番は会計学の問い3番はね合わないですよこれ。えー、回答を出してる方ほとんどいないんでいないはずです。仮にこの問題が全部解けましたって人がいればそれはすごいですよ。でなかなか普通の受験生さんでそういう方いらっしゃらないと思う。ね。でそう考えるとまあ事実上会計学の第3問問いの3は没問なんで。 それれれ以外のの問題でどれだけ勝負の土台がが作れるかといううころにななったような気がするで。ある意味ですけどまあ皆さん方も常にですね受験対策をお取りいただくにあたって意識されてることだとは思うんですがいつにも増してというかある意味いつも通りなのかもしれないけどもお変に難解の問題に関してえ回答手続きの手を止めてしまってですねうーんって悩まないと。 いうのは普段からねそういう意識は持っていただいてると思うんですがそれを本試験でやるってのは本当に勇気のいることなんだけども今回はそれをやっていただかないとねすなわち会計学の問いのさんとかでやたら時間をかけてしまうと商業簿記が相当半雑なんでまあ結局持てるところが点数にならないという結果に陥りがちなのが今回の問題の特徴なんじゃないかな。 いうしたがってまあちょっとこれはですねある意味受験生さんにとっては僕は個人的には気の毒な問題だと思いますう、えーまあでも1級なんでね実際そういうところはあるんですよねで今回はまあそれが来ちゃったかなっていうところがあるんでねだから実際にまあ会計学なんかはね回答を書いた方はあーどういうふうに えー、採点がされるののか分か分りませんので、まあ、そこら辺はね結果を待っていただくしかないんだけどもねで今僕がお話しした「配点調整が十分ありえるよ」っていうのもあくまで僕の所感もっと言ってしまうとまあそれに関しては私どもネックの他の講師も共通して認識として持ってますんでまあそこに期待するしかないんでね結果開いてみないと何とも言えないかなというところはあるんですが。 一言で申し上げれば今回の試験はちょっと受験生さんには酷な問題だったかな勇いう気がする特に紹介が。ね。まあ少ししこれは厳しいですね気がし,ましたよ、ね、で本当にねまあ1級に関してはもともとそういう部分はあるんだけども実際結果が出てみないとですねどういうふうに採点が行われてどういうふうに。 ね、救済的措置が取られたのかっていうのは分からないんですがんまあだからちょっと結果がね開くのをちょっと待っていただかないといけないで結果が開くのをちょっと待っていただかないといけないんだけどもまあこれはもう皆さん方お分かりの通りですね1級に関しては32級と違ってですね試験やって翌週に結果が開きますとかそういう話ではないのでどうしても結果開くまで少々時間がかかりますねも まあこれはちょっと酷な話かもしんないけどね一挙の試験とやはりこれだけレベルの高いものを受けていただく皆さんにはですねもしかしたらとお残念ながらということも、まあ、こういうことは言いたくないんだけども現実的な問題としてやっぱり考えなきゃいけない。というのもね簿記の問題を1ヶ月も何もやらないという状況があると皆さん方がここまで積み上げてきた実力が驚くほど劣化するんですよ。 それはもう多分皆さん方がよくお分かりだと思うんです1か月間何もやらないとびっくりするぐらい問題の対応能力って下がりますんでね。で当然ねこれだけ難関の試験ですから今日の問題見てもらっても分かります。今言った通り今日の会計学の第3問なんか会計士試験ですら出てないような問題ですよ。それだけやっぱり目新しい視点の問題を出してきた。 でそれはもう結果として没問だからいいんだけどもあのー、そういう問題が出てくるぐらい難関といえる1級を受けてもらうんだからもしかしたら残念な結果になるかもしれないということはやはり想定をしておかないといけないこれは嫌な話なんだけど事実なんです、ね、嫌な話なんだけど事実なんですでそうなった時に今日から勉強やらなんてことを僕は言うつもりはないです皆さんは今日の試験に向けてですね寝る間も惜しんで勉強をやってくださったはずですから 疲れも溜まってるんで23日はゆっくりまずは心身ともにリフレッシュを図って頂ければそれでいいと思うんだけどもその後にですね今まで同様の直前期みたいな追い込みをずっと続けるとまで言,い言わないですが少なくともご自分がここまで培ってきた知識を大きく落とさない後退させない程度のやはり勉強というのは続けておいていただく必要があるんですよ。でこの1か月間結果が出るまでの1か月ないし1か月ちょっとの期間をですね 何もやらないで過ごしてしまうとせっかく積み上げていただいた皆さんの力がどどどどんどんんどん劣化していきますそれはやはりもったいないだってじゃあ次にもう一回頑張りましょうとか上に進んでねね1級でうまくいかなかったけどワンランク上の税理士だったり公認会計士で結果残してやろうとか前向きに前を向いてもらう時にね1ヶ月間何もやらないとせっかくここまで上げ、えー、積み上げていただいた皆さんの力がいい スタートに戻るとまま言わないけど大きく劣化してしまうんですよそれはこれまで皆さん方がご自分で努力されたことをやっぱり否定することになってしまうからせっかく高めた能力はやっぱりある程度維持をしていただきたい。ね次の試験を目指すにしたって次のランクを目指すにしたって。ね合格はしたら下で当然それはそれで一つなんだけども。 ね、それを目標に皆さん頑張っていただいてるわけだからしてれば何よりもねいいことだけど受かってるか受かってないかっていうのはもうこれだけレベルの高い試験に関しては結果が明けながらわからないんですだから大変申し訳ないけどもねしばらくの間23日はまず体を休める、ね、でリフレッシュをするそれは大事だと思う、ね、それはやっていただきたいんだけども何日かしたらですね 大きく力を劣化させないように、ある程度結果発表があるまでは継続的に勉強はちょっと続けてほしいんです。ね。で、そこで受かってれば何の問題もないわけですから。ね。そこはぜひ意識をしていただいて、心がけをしていただきたいなというふうに私個人的には思います。で、そんなところはですね、ぜひ皆さん方意識をしていただいて。 えやっていただけるとありがたいなあというふうに思うんですけどもねまあ僕も毎回毎回この回答速報をやらせていただくんですけどね正直言って今回のやっぱり1級は久方ぶりにそうだなちょっと重い気持ちで皆さんの前に立ってお話をさせていただかないといけない試験になってしまいましたまあ皆さん方自身もこういう問題がねいきなり本試験の会場で配られて解きなさいって言われると まあやっぱりきついいと思いますよ。ね、えー、当然試験会場までやってくる皆さん方っていうのは本当にかなりのねかなりのものを犠牲にしながら真摯に受験に向き合って勉強されてきた方が多いと思うんですそりゃそうだよ1級でそういうもんですもんねちょろちょろってやってちょろちょろっと受かるような試験じゃないですからねもう本当にですね、えー、寝る間も惜しいんで。 勉強ををやってて来られて今日の日を迎えられれ今日日の迎えたと思うんで、ね、まあその時にこういう問題になってしまうとやっぱりちょっと厳しいよなというふうに思いますし何よりもやっぱりちょっと気持ちが慣れてしまったことによって工業武器原価計算の方にそれがね悪影響を及ぼしてしまうという状況もあったのかなというふうに思うとまあやっぱりちょっと僕も今日はですね回答速報をお話してても うーんちょっとなーっていう気が正直します。まあでもこれがやっぱり一級なんですよね。こういった時って本当にある。ね、でどうだけども結果が出るまではどうなってるかなんか誰も分からない。おそらく調整は入るはずだし僕はそれに期待をしている。ねまあ、そういう問題だったんだというところでございますんで今僕がお話しさせていただいた通りですね。もうやりたくはないかもしれないけど。 結果発表が出るまではねやはり継続的にご学習証いただくということは大事です。で今日の問題に関して言うと、まあ、工業部原価計算なんかは一つね本試験レベルの問題として何日か経って解き直しをしていただくこれは大いに意味のあることだと思いますんでしっかりやっていただければいいしで商業部会計学に関しては商業部器はね見直し手続きなんかをしっかりやっていただくことに僕は意味があると思います。ただ会計学に関して言えば あの問いの3番はいいの番はですやんなくてこれはちょっとね見直し確認とかね次元の話じゃないですうー。だからやるならそれ以外、ね、の部分をやっていただければ僕はそれでいいと思いますんでね、まあ、繰り返しますけど少しリフレッシュを図って、ねえー、体の疲れを取ってで次の試験ないしは次のレベルの資格に向けて是、ね、非前向きに考えていただきたいなと。 いうふうに思います。ね、えー。ということでございまして、もうこれでなんじゃかんじゃで、ね、30分経っちゃったんですけども、まあ本当にね、結果出るまではどうなるか分からないところがありますんで、ね、ぜひそこは、えー、前向きに捉えていただいてね、結果が出るまでの期間は、ぜひね、えー、力を大きく落とさない,さないように、学習準備をね、進めていただければありがたいというふうに思いますんでね。少し まあ皆さん今日は本当にもうお疲れになったと思いますよ。ねえー、非常にまあ問題解くだけでも大変な試験でしたんで、ね、まあ非常に皆さん方心身ともにもう疲労困憊っていう形だと思うんだけどね、えー、こういう時は本当にもう体調も崩しやすいし、まあ、まして今なんか寒くなってますんでね、えー、まずは本当にリフレッシュ、ね、体の疲れをしっかりとって、ね、気持ちもリフレッシュして。 え少しポジティブにねこういったあ問題の中でもまあ今僕がいいって言ったところはいいと思うんですがあそれ以外の部分をねしっかり確認を取られるようにしていただけるとありがたいというふうに思います。はい、というところでございましてとりあえずこれでですね第1 9 7回の1級試験に関する回答速報を終了とさせていただきたいと思います。皆さん今日はですね、えー、試験の受験の方お疲れ様でございました。 ああ今申し上げました通りとにかくしばらくはねしっかり休んでね体の疲れをとるようにしてください以上で本日の講義は終了です皆さんお疲れ様でございました